割と、あの、質問箱からね、チョコミントアイスは好きですかっていう質問をもらいましたけれども、まあ、あの、あちこちに僕はイチゴ牛乳が好きであるとかね、あの、自分のゼミを IG ゼミって言っていて、IG とはイチゴ牛乳ですけどね、 え、歌ったりしているので、まあ、いちご牛乳キャラっていう感じですよね。まあ、こんなおっさんがいちご牛乳っていう風に歌ってていいかっていうね、こう、世の中的に見て世間的にどうなんっていうのはあるかもしれないけどね。まあ、とにかくいちご牛乳キャラなわけですよね。で、まあ、あの、いちご牛乳に関する、いちご牛乳とかいちごに関するお菓子の、こう、何て言うのかな、インスタとかね、SNS がやってますから、まあ、いちごを全面的に出してるわけですけれども、チョコミントアイスっていうのはね、まあ、好きって、 ですね。あの、まあ、そんなしょっちゅう食べるわけじゃないけれども、チョコミントアイスに関してはちょっとした思い出があって、小学校の4年ぐらいだったと思うんですけれども、どういう経緯か忘れちゃったけれども、僕と同じ年の、えー、いとこ、あの、そのいとこは、あの、女性ですけれども、いとこに連れられてね、近くのセブンイレブンに行ったんですよ。そのいとこに縁止まっていたんだ、確か夏休みならね その、いとこの家の近くにあるセブンイレブンまで、どんぐらいかな、10分ぐらい歩いたかな、歩いて行って、朝で、ね、しかも。朝、セブンイレブンに行って、で、何か買い物をしたんだけど、その時にね、チョコミントアイスをね、おごってくれたんですよね、その子がね。んで、その時ね、初めて多分食べたんですけども、それがね、びっくりするよ上手うまくてね。 で、まあ、あのー、初めて食べたっていうことで、衝撃的、もう衝撃ですね。あのー、何ていうかな、こう、電流が流れるというか、電流が走るみたいな感じの衝撃があったのを覚えてますね。 まああの今から何十年も前の話なのでその時の、えー、チョコミントアイスはもはや多分ないと思いますし、まあ、その頃からのこの味の、ね、改良みたいなのもされてるんじゃないかと思いますしまああのすごい、あのー、失礼な言い方だけれども、まあ、コンビニのアイスなのでもしかしたらそれよりも美味しいチョコミントアイスっはあったかもしれないけれどもとにかくそれがねもう衝撃的なねもう言葉で表せないぐらいの美味しさだったんだよね。 もしくは感じたんですよ。で、なんか味に関する記憶っていうのはさ、残りにくいんじゃないかなと思うんだけれども、でもそこでね、そのいとこからそういう愛想をご馳走になって、それで衝撃を受けたっていう記憶はね、今も残ってるんですよ。 でなんかね、そういう幼い時の記憶っていうのがこう一部を除いてどん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 薄れていってしまうんじゃないかと思うんだけれどもそういう記憶ってこう大切にしたいなっていうふうに思ってるんだよね。 やっぱりこうね、年を取るにつれて、頭の中に入る知識とか記憶とかいろんなものが増えていく中で、脳みその容量には限界があるから、どん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 ,どんこう、消去されたさ消、消去されてさ、こう、上書き保存されていくっていうのかな消えていっちゃうと思うんだけれど、その中でね、こう、大切にした方がいい、大事にしたい、こう、頭の中から消さない方がいい記憶ってあると思うんだよね。 でこのチョコミントアイスの件に関してはね、なんかね、あのー、夏になって、毎年夏になって、今でもねな、毎年夏になって、アイスが食べたくなるとさ、こう、チョコチップミントアイス的なやつってコンビニとかスーパーで売ってるじゃない。でそういうのをね、たまに買って食べるとね、必ず思い出すような感じの記憶になってるんですよね。 で、そういうなんかね、今までのことで、些細なことであっても、そういう過去の記憶を持っておくっていうのはね、悪いことじゃないかなって思っていて、でそういうことによってね、なんていうのかな、今までのこう、 自分が歩んでききた道をさ振り返るるっかかかけにもなるかなとかねそういったことを思い出すことによって毎年のチョコミントアイスみたいなのを買うことによってさそのいとことのいとことのこうやりとりというかさこの遊んだ思い出とかね思い出したりするかなと思ったりしていてさ まあなんでしょうね。いとこの家、ね、こういうね、蛇腹のこう、なんていうのかな、ロールカーテンじゃないけど、なんていうの、これロールカーテンちゃうわ、こううのがなんていうの、ロールなんとかみたいなカーテンっていうのかな、あってね。それでなんかね、エレベーターのドアみたいにしてね、エレベーターごっことかしたりしましたけれどね。なんかそういう一つのことがきっかけになって、それからいろいろ思い出されることとかあったりすると思うんだよね。だからなんかそういうね、 あの過去の出来事を時々思い出してみるっていうのはね悪いことじゃないかなと思うんだよねその思い出す時に思い出す内容が仮にそれがなんか自分にとってはさ嫌なことかもしれないけれどもまあそれでもねやっぱ今の自分があるっていうことはそれを乗り越えてきてるっていうことにもなると思うんだよねそういう過去の記憶の中で今でも思い出せそうなもの思い出せるものについてはね こう持っといてもいいんじゃないかなと思っているんですよね。ほんじゃ